シャーザーガーモロー全皆さんこちら高橋です。はい、本日左肩を、左手をですね、下ろさない方法ですね。まあ、この方法はですね、まあ私、左肩が落ちちゃう人にはよく使うんで、まあこれを勉強してください。弓道の世界では、この離れ、になった後、こういうふうに離れた後ってですね、左の手っていうのはですね、まあ降りてはいけないというふうに言われています。で、これ、まあ、どうやったら下ろさないように、どうやったらこれが降りないように、するのかっていう方法は、実はこれ誰でもできますので、まあやっていただければと思います。ただ、そもそもの前提もちょっとお話しつつ、で、その上でどう対策を取るのかっていうところまでしっかり、勉強した方がいいので、まあそれをお話します。まず、この離れで左手を落とさないようにしましょう。これなんで落とさないようにするのかって言ったら、まあ、こういうふうに拳があってですね、貝の位置と離れの位置。こういう風に引いて、まあ、こういう風に左の肩が、左の手がこういう風になるわけですけど、これが、まあ、例えばこういう風になってはいけないと。で、なんでなってはいけないのかって言ったら、まあ、この手の位置が下がるとですね、まあ、格好が悪く見えるから。という風に解釈されて、今は左の手っていうのは、まあ、降りないようにしましょうっていう風に言われてるんですけど、まあ、そもそもの前提としてですね、まあ、この弓道連盟が発行されている弓道教本2巻、弓道教本3巻。ここに、離れ、斬新の説明で、どういう風に左右の拳が、なるといいのかっていうのが書かれてあります。で、それを見るとですね、まず、3人の先生、これ弓道教本2巻かな ?3 人の先生は、左手は、降りた方がいいというふうに言ってます。で、弓道教本3巻。これ、法理反身って方がいるんですけども、この人は、こういう風に降りた方がいいと。弾けるだけ弾けって言って、離れた後の格好は、左手が降りてます。はい。で、さらに言うと、美衆竹林90章の目安っていう文章の中で、本田歳真先生という人がいるんですけども、これはまあ有名な先生です。本田歳真先生は、左手を下ろさないと、初心者は湯返りが身につかないからやった方がいいというふうに言われています。さらに言うと、社学召集っていう文章があります。社学召集では、離れた後に3つの指を握るのは良くないというふうに言われています。これは、いわゆる拳の位置をですね、ぐっと握ってですね、こうやって止めるわけなんですけど、これ止めてはいけないというふうに言うんです。だから、まずそもそもの前提として、左手は下ろさないとダメです。はい。これ、今の弓道の世界では左手は下ろすなってなんか格好だけで言うんですけども、それはそもそも間違えてるんですよ。そもそも間違えていて、それをやらせると、左手にぐっと握りすぎてしまう。握る癖がまずついてしまうこと。で、湯返りがしにくいこと。矢が飛ばないこと。左の肩が上がってきて怪我をすること。射形がいろいろ崩れてしまう。と言った問題があるので、そもそもまず左手を落とさないという教え自体は間違えてるんです。まあ、だから私はもうこれ数年前からずっと言ってるんですけども、やってはいけないんですよ。ただやってはいけないんですが、まあ、現実世界、まあ、弓道連盟の人たち、本読まないので、左手はやっぱり落とさない方がいいっていうふうに言うんですよ。で、私たちが次に学ばなきゃいけないのは何かって、この左手落とさないというのはね、二通りあるんですよ。例えば、こう二つあって、力を入れて左手を落とさないパターン。力を抜いて左手を落とさないパターンって二つあって、私たちが覚えるべきはこっちですね。はい。これを覚えればいいです。で、こっち、弓道連盟の人たち、教えられないです。原理原則はまあそもそも、まあ、まずこの左手は落とすべきなんですよ。落とさないとダメです。で、落とさないと、次の技とか、その体の使い方とか上手くならないんですけども、これダメだって言ってる時点でも、この力を抜いた状態で左手を落とさない方法って、まあ教えられないんですよ。だから、この理論弓道で学んでください。どうすればいいのかというと、結論から言うと左肩です。はい。ここの左肩を、下げる力を上げればいいです。左肩の下げる力ってどういうことかというと、じゃあちょっと皆さんこう左の肩を下ろしてください。下ろすと多分、こう、1センチか2センチぐらいこう下りますよね。これをもっと3センチとか4センチぐらい下ろす力が強くなればなるほど、これ左手の位置がそこでキープしやすくなります。だからまあ、例えば、こういう風に引いていって、左の肩っていうのが、こう、ちょっと下ろして離します。まあ、こうですよね。で、次にこうやって弓を引いて、左の肩をもっとグッと下ろすとですね、これで落ちなくなると。
だから、左の肩のこの下ろす力っていうのが強くなれば、このひ左の手がこう落ちてしまって困っちゃうっていう場合は、それを対策することができます。ちなみに言うと、左の肩の下げる力っていうのが強くなると、さっきこの左手を下ろさないときに問題があるって言ったんですけど、一つ目は握りすぎてしまうこと。握りすぎる癖がつくから、まず左手を落とさない指導は、まあ、これ間違えてるんですね。で、あとは湯返りがしにくくなるから、まあ、この、左手を下ろさないようにする。引く練習は、ダメだって言うんですけども、今言った左肩を下げる力を強くすれば、握りすぎる問題も、湯返りがしにくくなる問題も、実はこれ解消されます。だからこの左の肩を下げる力を上げるっていうのは結構有効です。で、まあ、どうすればいいのかって言ったら、じゃあ最後にですね、この左の肩を下げる力を上げる、まあ、方法っていうのをちょっとお話ししたいと思います。はい。まあ、いろいろあってですね、全部やるとすごく時間かかっちゃうんで、まあ、おすすめはですね、ここを緩めてあげると下がります。脇の下の筋肉を下げてあげると、こう、下りる。例えばこういう風に引いた時にこうやって下ろすと。ね。ここをこうやって下ろすと思うんですけども、その時に、例えば、ここの筋肉を伸ばしてあげるんですね。こう。で、ここが伸びると、できたらね、こっちも伸ばしてほしい。はい。できたら、ここを伸ばしてあげると、どうですか？こうやってやって、降りやすくなりますね。はい、脇の下の筋肉が降りるということです。だから、脇の下の筋肉、ごめんなさい。まあ、脇の下の筋肉を伸ばして、肩を下ろす力を強くしてあげると、こうやって弓を引いて、左の肩が左の手が下りなくなるので、ぜひやってみてください。まあ、ただですね、これだけでは、まあ、実際なんか弓の キロ数が上がったら、まあ、下りない。あるいはですね、女性の方だったら下りないっていう問題があるんで、実はまだあってですね、もう一個はここです。太ももの筋肉を伸ばしてあげると、ここ下ります。まあ、ただ、これはちょっとすごい高度なことやるので、ここ、まあ、とりあえず脇の下の筋肉伸ばしてください。で、まあ、こういう内容を詳しく知りたい場合はですね、この、立前シャドウコミュニティっていうですね、コミュニティであったりとか、あるいは、オンラインのセミナーやってます、私は。毎月オンラインのセミナーやってるんですけども、その毎月のオンラインのセミナーでこの内容を教えますので、まあ、ぜひ、興味があればご参加ください。以上です。ありがとうございました。弓道の価値観を変える。チャンスはあなたにあります。次はあなたの番です。人は何歳でも強い夢を開くことができます。